アルビオン・キース・パリスは、アメリカ合衆国メイン州の政治家、法学者、メイン州ヘブロンで生まれた。父サミュエルは、マサチューセッツ州出身で、アメリカ独立戦争後の町の最初の入植者の一人で、ある。政治家、バージル・デリフィーにパリスはいとこ。1803年に、ダートマス大学に入学し、1806年に、卒業した。後に法律を学び、弁護士となり、 1809年にパリで開業した。1810年、ウェリフリートの牧師レビホイットマンの長女、サラ・ホイットマンと結婚した。3人の娘と2人の息子がおり、皆彼より長生きした。1811年、オックスフォード軍検察官となった。1813年から1814年には、マサチューセッツ州会議員。1814年から1816年には、 マサチューセッツ州上院議員を務めた。1815年3月4日から、マサチューセッツ州選出民主共和党、所属アメリカ合衆国下院議員を務めた。1818 18年1月27日、アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・モンローより、メイン州地区連邦地方裁判所裁判官に、指名された。翌日アメリカ合衆国上院の承認を得て、 1818 18年2月3日に議員を辞職した。1819年メイン州憲法制定会議議員を務めた。1822年1月1日まで裁判官を務めメイン州知事となり、1827年まで務めた。1827年3月4日から1828年8月26日までアメリカ合衆国上院議員を務め、その後、 メイン州最高司法裁判所裁判官となった。1836年まで務め、財務省自席監査官となり、1850年まで務めた。1852年、ポートランド市長となった。民主党に所属し、1854年にメイン州知事を目指したが、アンソン・ピー・モリルに敗れた。晩年、ハイストリート協会で熱心に活動し、 教会学校教師を務めた。ポートランドで死亡し、ウェスト墓地に埋葬された。ありがとうございます。